目黒蓮、苦情が殺到。避けているのか、不自然すぎる。8月7日、スノーマン、目黒蓮主演のテレビドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の公式インスタグラムが更新され、同ドラマに出演する今田美桜のオフショットが公開されたという。公式インスタはこの日、シャープブラックキリカ様、シャープキリッとキリカとふわっとキリカ、というハッシュタグとともに、ドラマで社長令嬢、黒龍キリカを演じる今田の単独オフショットを2枚公開。黒のノースリーブワンピースに網タイツを合わせた艶っぽいコーディネートだったことで、ブラックキリカ様輝いてます、憧れの存在、などと称賛コメントが相次ぎました、芸能記者。ドラマのインスタには連日、主演の目黒のほか、佐野優斗、福本莉子、安西星来などレギュラー出演者たちのオフショットが多数掲載されているが、そんな中、ドラマファンの間では、ある不自然な点に注目が集まっているといい、前出の芸能記者は、目黒くんと今田さんの距離が近い、とコメント欄に苦情が殺到したことがありました。なのでスタッフは、ジャニーズファンの怒りに火をつけないよう、目黒と女性のツーショットを避けているのかもしれません。